ちらの勝利のようですね。
だ、俺に言おうかよ。いいぜ、かかってきな。10年早かったな。越
覧インターフェースを展開。ものかな。いや、まだまだイリアさんやリーシャネーに追いつくためにも。
殺者追って、ナーディア第7章第3項、脅威は先に排除すべし。ナーディア、気づかれたか。ごめん、スーちゃん。それはいい。今は目の前の敵に集中しろ。負けられない。相手が誰であろうと。行くぞ。どうしようかな。よし。刻むぞ、シャドウステップ。俺の番だ。やれ。こいつで終わりだ。やめます。ですが、相手が悪かったね。Thank you.
ったらまたリーちゃんの舞台を見に来るよ。そうだな、今度はちゃんと正面から入ろう。その時はとっておきの演技でお迎えしますね。またファンからのプレゼントかしら。これは？来訪者のアクセスを確認。ゲラが利用可能、レリーズポイントの称号を開始。新規項目を追加。ターミナルケルンを起動。
封印石の開封が可能。タイド流のアンゼリカ・ロブナーだ。この私にハグされたい子猫ちゃんはどこだい？ついてるな。ついてるな。よし、ゲットだ。よし、ゲットだ。ゲームのかけらが利用可能。新規項目を追加。機能拡張完了。新規項目を追加。来訪者の体質を確認。
さて、そろそろ始めるとしようか。させないよ。何をするつもりかは知らないけど。こちらも通行止めです。情報局の工作どもか。まだ来る。3人、いや5人か。トールス7君、よく私たちの動向をつかめたな。僕のアークス2からの信号を追跡させてもらったからね。バラしてどうする。いや、むしろ彼らの方から俺たちを誘ったんだろう。ほう、バレちゃったか。改めて自己紹介をさせてもらおう。神聖帝国解放戦線のリーダー、シーダ。それじゃあ神聖帝国解放戦線ノインよ。となると俺は神聖帝国解放戦線のドライだな。じゃあ私は神聖帝国解放戦線のラトッペよ。あー、そこ笑った。いいんじゃないか、分かりやすくて。トッペちゃん可愛いよ。こりゃまた随分と可愛げのあるお仲間たちじゃねえか。兄様、本当に彼らが2年前私と姫様を誘拐した。リーダーはともかく、少なくともあの帝国解放戦線ではないだろうな。雰囲気はかなり違うしね。そこはまあ神聖だから。答えてもらおう、シー。お前は一体何者だ。その仮面の下が本物じゃないことは分かっている。さてどうかな。王子夫妻を誘拐した目的も聞かせてもらおう。ついでに僕のアークス2を盗んでまでここに誘い出した目的もね。残念ながらここは学校ではない。質問をしたら答えが返ってくるとは思わないことだな。思ってねえさ。答えたくねえなら無理やりにでも聞き出すだけだからな。威勢は結構ならば、その力と覚悟を示してみろ。最初からそのつもりだ。せいぜい油断せぬことだ。やっちゃえ、プッペちゃん。やっつけてあげる。やれやれ、調子が狂うな。上げていこうぜ。私の番ですね。アークス駆動。俺の番だな。いいもんを切る。チャンスだ。やり。さてと。アークス駆動。行くぞ。こう神秘合意。行くぞ。うなぎ。なぜ行くぜ。燃えず。それでこそ。覚えてなさい。手ごわいな。さすがは噂のトールズ7組だね。なんだ、この程度で弱音か。息抜きしてただけ。まだまだここからだろ。さーて、第2ラウンド開始といくか。ここは私たちが相手です。もう逃げ場はありません。うん、覚悟してもらうよ。
隙ありだ。いいわよ。とセンター。行くよ。覚悟はいい？じゃあね。行くぞ。ターゲット捕捉。全力で行きます。よし、ターゲット捕捉。一旦引くか。行くよ。風の音がさっきまでとわずかに違う。リン、ひょっとして。やはり地下道に逃げたみたいだね。追跡しますか。ああ、一度レーグリッツ閣下に連絡してこのまま追跡しよう。まだ遠くへは行っていないはずだ。